打線の1つ目がスタートです。さあ序盤の1人です。2番の小坂東がスタートまで前に出ています。大外枠7番車の橋本佳也、この辺りのスタート動きましたが、2番手は1番の南まどか、そして5番の国村みろり、やや外枠でしたが初手は南の後ろという感じで上がっています。3番の大田恵美、こちらは3枠でしたが初手は4番手のスタート、後ろ枠投げで4番地元の高尾君香が、さあ今日は大田も共闘するんでしょうか。6番の浦部香里が6番手、最高峰7番の橋本佳恵の序盤戦です。1周回目の4コーナーのカーブ、各レーサー初手の位置取りが決まった形になっています。さあスタート前動きは2番車小坂智子です。近況スタートは22回、先行ありの前々勝で頑張っています。ここも持ち味のレースで上位争いに食い込めるかどうか、2番の小坂が正攻法です。そして人気対抗格1番車南まどか、2番手のスタートです。今回ミッドナイトで1番車に入りました。上位の人気に応える走りができるかどうか。今年2月の静岡初優勝だったんですが、今安定して優勝争い、先月の小倉グランプリトライアルで決勝3着と一戦級が揃った中でも結果を出しています。1番の南、そして5番の国村みろり、直前2馬車の予選はいい目標をつかんでの構想が続いていますが、さあここは南を目標とするんでしょうか。現在3番手です。大外枠初手最高峰でした7番の橋本佳也、車を上げて3番の太田の前に割り込んできました。太田は下がって5番手のスタート、追走に4番地元の高尾君香、最高峰依然として6番車浦部香里です。さあジャンマイの2コーナーからバックに入っていきます。先頭誘導員との距離を取った2番の小坂が前々勝です。後方からは4番の高尾君香、さあ高尾が上昇していって、さあ追い上げてきました。2番の小坂の後ろ上昇して、さあこの後ろが7番車の橋本佳也が、さあ一気にかましていった。レーサー最終周回です。先頭は7番の橋本佳也、一気のかます戦法です。前々勝から追いかける2番の小坂智子、追い上げマークで4番の高尾君香3番手、1番南まどかも射程圏で4番手、2コーナーからバックに入ります。さあ番手発進、2番の小坂智子番手まくってくる、これ1番の南まどかさらに豪快にまくり去っていく、追いかける5番の国村みるり、そして3番の大田美と続いて4コーナーから直線コースに入っています。先頭をまくった1番の南まどか、後ろから5番車国村食い下がりますが、1番の南が押し切ってゴールです。1番5番です。1レースガールズ競輪予選の1、勝ったのは1番の南まどかでした。レースの方は2番の小坂がスタートから前々勝負、ここ7番の橋本がかまして出る展開でした。2番の小坂2番と収まって番手まくったんですが、その上を軽々と乗り越えていきました1番の南まどか、まくり快勝のゴール。2着に追走5番の国村みろり、そして3番の大谷の順番で続いています。決定まではもう少しお待ちください。